どうもありがとうございました。続きまして、プログラム第13番、神道無双流浄土でございます。よろしくお願いいたします。 それではただいまより神道無双流浄土の演武をさせていただきます。自然に礼、正面礼、はい、それではまず初めに神道無双流浄土表の方、神道無双流浄土は、最初に表、その次に中が、乱愛、影、 サミナレ、奥、そして、神道流剣術を収めているうち、ご無双という技に入っていきます。これは一番最初に習う方で、昔はこれのみしか表には出していけないと言われた方で、一番基本となる技であります。 次は表に続いて習得する中段の方。この中段の方は表の方が大体一通りの体の動きを習得した後、少し変化のある技を稽古する段階であります。
次で演武しますのは影の方。影の方はこの集団で、いろんな動きを学んだ後、今度は少し静かで、ゆっくりした方で、木を練っていくという段階に入った方であります。はい、最後にただいま演舞しました表中段影、さらに、サミダレ奥の中から1本ずつ演舞させていただきます。
Thank you.
次に試合製法を演舞します。江戸中期に柳生家3代にわたって東流兵法補佐を務めた長岡房成が東流東方の基本を体得させるために百数十本の太刀に集大成したものです。内太刀斎藤さんに内太刀深澤さんです。次に区間の太刀を演舞します。内太刀福安実を内太刀稲垣克美です。
最後に演技の太刀を行います。志立柳生康光、鈴木康光、内立東流宗家柳生光一です。ありがとうございました。ただいまの演舞をもちまして、本日のプログラムはすべて終了いたしました。各流派の皆様におかれましては、朝早くから素晴らしい演舞をありがとうございました。また会場の皆様におかれましても、長時間にわたりご観覧いただき大変ありがとうございました。これをもちまして、名古屋祭協賛第50回日本古武道大会を終了させて